知名度の低さみたいな感じ でしかもこれの次がサウシードッグでめっちゃ有名なバンドでちょっとそうですね、なんかこう温度差というかすごいんですけど、そうですね、
バンドの曲調的にはすごくこう、まあ、今の曲みたいな感じで盛り上がれる明るい激しめの曲ばっかりなので、皆さん楽しんでいただけたらいいなと思います。新大フェス1日目盛り上がっていきましょう。チューニングがややこしいのでまた喋るんですけど、新大フェスの、出るにあたってオーディションがあって、まあ、結局オーディションで落ちるバンドなくて全バンド出れることになったんですけど、その時にまあそのこのバンドが完全に最下位みたいな感じやって、まあその最下位なのもいいんやけど、なんかその確実にジャンルで負けてるなみたいにめっちゃ思って、なんかこういう感じのこう激しいパンク調みたいな曲があんまり好まれてないんやなってのをすごい感じて、まあ、正直ちょっとまあそれでまあ悔しいなみたいな気持ちはあって、しかもなんかその本当はそう4曲やるはずやったんですけど、いろいろコロナとか台風の影響とかでなかなか練習もうまく時間が取れずっていう感じで、
もう次で最後の曲になってしまうのがすごくちょっと残念かつ、まあ、心残りというかっていう感じはあるんですけど、最後も最後の曲も今の2曲と同じような感じで、もうアップテンポって感じなので楽しんでもらえたらと思います。それでは一番目指してみたいと思います。ありがとうございました。Thank you.